おはようございます。おはようございます。今日はね、5月25日。あれから結構な時間が経ってますけど。何あれからって。過去の動画更新から。そうっすね。かなりね、はい、時間がね。滞っちゃったっすね。そう、ちょっと、で、みんなも知ってると思うけど、こう、まあ合宿しててね、どうだったのかっていう近況報告をね。ああ。ちょっと。アメリカ合宿。はい。その辺から止まってるんで、歴史が。歴史がね。まあ3月、そのロサンゼルス行って、うんうん、ラスベガス行って、ポートランド行って、3カ所で練習してきたんですよね。うんうんうん、で、まあ、これからちょっとね、その動画とかも上げるんだけど、うんうん、最初の頃はね、すごい良かったんです。そうだね、俺にもだってバンバン。手応えのなんかね、そうそうそう、ライン来てたからね。エディ・ブラボーに会ったり、うん、USC ファイターのカムザとチマイフと練習したり、はいはいはい、もう山岸さんとね、トレーニングしたり、あ、そうだね、もう名だたるレジェンドたちとさ、やってきてさ、間違いない。もうすげえ貴重な経験で、もうこれは超収穫ありまくったなっていう、アメリカのね。もう、溢れてたからね、文章から。溢れる、もう、すごいいい経験をしてて、うんうん、ところがですよ。そうあれですか、3週間予定で、大体そうだよ、3週間ちょっと予定で、大体ことが起きたのはどれぐらいだったんですか。2週間経ってぐらいだった。はいはいはい。そう、2週間経って MMA のスパーリングをねしてて、うんうん、まあ怪我をしました。出ました。この怪我っていうのはどの程度のか、いいですか、ちょっと。はい、はい、これっすね。あの、まあ手術しました。その怪我の名前は何ですかね。後十字靭帯断裂、内側側副靭帯断裂ですね。2本断裂しちゃって、うんうん、で、まあどっちも断裂2本しちゃうと、もう膝がもうガックガクなわけよ。4本あるんだけど、はいはいはい、膝の靭帯って、はい、そのうちの、まあ、半分ないわけだから。そうだね。そう、ガックガクでさ、もう全然やっぱ手術する必要があって、うんうん、でもすごい結構難しい手術になるらしくて、後十字靭帯って、うん、みんながよく聞くのは多分前十字だもんね。そう、前十字靭帯も実際俺も1回やってるんだけど、うんうん、それの10倍ぐらい難しいって言われて。 その後ろね。そうそう、で、うん、ちょっとね、名医をね探し当てまして、もうホースオピニオンでしたもんね。そうそうそう、セカンドじゃ止まんなかったもん。そうそうそう、で、うん、川崎の方に入院して、はいはい、その名医に頼んで、ね、しっかりつなげてもらったんで。よかったよ。あとはこれがしっかり固まればね、うん、もう前以上のね動きをして復帰するんで、はい、怪我したらもちろん自分の責任だし、はい、そのテイクダウンの攻防でもこの時に俺が足をこっち逃がしてればっていう風なのは自分の責任だからさ、そこのね、あの修正もね、これから兼ねてやっていこうと思ってるんだけど。はいはい。ちなみに全治的なやつはあるの？大体どんぐらいっていう。全治、一応最初1年って言われたんだけど、うん、まあ7ヶ月ぐらいで。はいはいはい。練習。練習復帰できそうかな、全部の。うまくいけば、順調にいけば。はいはい。まあ結構治癒能力がやっぱさ、野生の力で速いからさ。まあそんぐらいにできればね。そうそう、まあ確かにいいけどね。さらにね、うん、強くなって帰ってきますんで、はい、これからもあのよろしくお願いします。よろしくお願いします。動画もね、ちょいちょい何かあったら、まあそうだね、いろいろできることをね、試合以外でできることを今は、そうだね、一生懸命やっていこうと思うんで。ええ、じゃあ野獣の復帰に乞うご期待ということで、はいはい。バイバイ。
あと俺ちょっともう一個トレンドマークのやっぱあったじゃないですか。あなたのトレンドマークといえば、うん、あのヒゲと頭あの坊主っていうかスキンヘッド、ヒゲスキンヘッドじゃん、うん、これ両方なくなっちゃったの上はまあ生えちゃったみたいな、はい、これどうしたんですか。いやまああのねあのまあ手術の時にまあヒゲ全部剃ったのと、はいはい、手術のために剃ったの。そう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 、あそうなの。酸素マスクをつける時になんかあると邪魔らしいのさすがにね、あの長さだとね。なんで、あの、剃んなきゃいけなかったんで、剃りました。あ、なるほどね。頭の方は？頭はね、あの、その、入院結構2週間ちょっとしたんですけど、うんうん。あの、髪の毛、剃れなかったんで、はいはいはい。まあ、生えたんで、ちょっと伸ばそうかなと思って。あ、なるほど。まあ、気分転換ですね。最初、誰来たんかなと思って、俺。ほんと？誰だ、あの人と思ったら、手塚秀樹だったんでね。どうですか。いやーでもやっぱりやっぱ坊主にひげがいいですか。今からだからもう復帰するまでひげはそんない方がいいかな。わかりました。